皆さんおはようございます。ガンバマンです。はい、今日はですね、天気の方が曇りとなっております。なんかね、雪が降るかもしれないって言ってましたね、昼頃から。まあ積もらなければいいんですけども、はい、最近皆さんお仕事の方どうですかね。なんか陸郷さんや箱ベルさんですね、まだあの割増オファーが出てるみたいですね、はい、で僕がやってる業務委託の出前館ですね、これもなんか追加でですね、また延長で、割増オファーが、オファーじゃねえ、割増料金にしますってことで、メールが来てましたね、うん、なんでまあ今もね、出前館の業務委託僕やってるんですけど、まあ引き続きね、割増料金なんでやっていこうかなと思っている感じです。で、今日は、何を話すかっていうとですね、まあこの間僕あの動画で、スタッドレスタイヤに変えたってお話ししてたと思うんですけど、まあ交換した時にですね、タイヤの保管ですね、これ今僕自宅のですねベランダに、袋に入れて、普通に置いてるんですけど、考えたらこれ保管適当にやってるとなんか悪くなるのかなってふと思って、ちょっとネットでね調べて、まあいろいろちょっと保管の仕方とか分かったことがあったんで、まあ、せっかくなんでね、まあ動画でちょっと共有できたらなと思います。ガンバルマン、そういうの常識だよとか知ってるよっていう方もまあ大勢おられると思うんですけど、まあ僕みたいにね始めたばかりの方とか、僕あのスタッドレスタイヤなんか買ったの、生まれて初めてなんですよ。当然ね、今まで軽貨物なんかやってなかったですし、でサラリーマンの時は自家用車は持ってたんですけど、まあ普通にね、車で仕事しているわけじゃなかったんで、まあ雪が降って、まあ、雪が積もったらですね、まあ、普通に乗んなきゃいいやみたいな感じで思ってたんで、まあ、全然スタッドレスなんか買ったことなかったんですよね、うん、なんでまあね、今回初めて買ったよっていう方もおられると思うんで、まあ、一応ちょっと調べて分かったこととかあるんで、まあそういうところでね、参考にしてもらえたらいいなと思って今日は喋っていこうと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。タイヤの保管について話していこうと思うんですけども、まずタイヤですね、これ2パターンに分かれると思うんですけども、要はタイヤ屋さんに交換したところのタイヤ屋さんにまあ、お金を払ってね、
るっていうパターンと、あとまあ自分の自宅で保管するっていうパターンのこの大体2パターンに分かれるんですかね。うん、で僕も最初ね、タイヤ屋さんにお金を払って預けてもいいかななんて思ってね、ちょっと交換するときに聞いたんですよね。そしたら大体、年間いくらっていう感じで預かってくれるらしいんですよ。でそうすると料金が、1万数千円だったかな、で預かってくれるらしくて、でその中にはまあスタッドレスか、また今度夏タイヤに変えた時に、その工賃ですかね、その工賃はいりませんよっていう感じで言われてました。だまあそれはそれでね、まあプロの方がね保管してくれるんで、まあ安心といえば安心だとは思うんですけど、うん、まあ結局ね今回はまあ自分で保管しようと思って、僕はちょっと、それはやめて自分で保管することにしたんですけど、で自宅でね保管されている方、これ、まず縦置きでこう、ね、縦に並べて保管されている方と、あとまあ普通に寝かせて横置きでこう保管されている方がいると思うんですけど、まあ、これどっちが正解なのかっていうのを、まあ、ちょっと調べてみたら、まあ圧倒的に横置きの方がいいですということなんですよね。なんで縦置きがダメかっていうと、縦置きにするとですね、まあ、直で縦置きですね、そうするとなんかやっぱりこうタイヤのウェイトがやっぱ下に行って下がこうへこんでくるらしいんですよ。もう要は一点にこう集中するっていうことですよね、ウェイトが。でまあ当然良くないということらしいんですよね。あとなんかこれなんかデマの情報らしいんですけど、保管するときにタイヤの空気は抜いた方がいいっていう話があるらしいんですけど、これはね絶対抜いちゃダメらしいですね。ある程度入れとかないと、やっぱり、空気がないとなんかやっぱりタイヤのこうなんていうんですかね、変形に影響が出てくるというか変形しやすくなるらしいです。はい。あとそのタイヤ置くその下の部分なんですけども、これがまあアスファルトの上とか。土の上とかねそういうそういう上には当然置かない方がいいみたいですね。でどうした方がいいかっていうと、スノコですね、これがなんか一番いいらしくて、スノコを買ってきて、まあこれホームセンターでも売ってると思うし、まあ100円ショップとかでもねなんか売ってますよね。まあ、ああいうのでいいらしいんですけど、ああいうのを引いてちょっと地面からちょっと遠ざけて置いた方がいいってことです。はい。あとタイヤのこう皆さん保管されてるとき、多分タイヤ屋さんで一個一個こうビニールに入れてもらってる方が多いと思うんですけど、
まあ、僕も一個一個なんか入れてもらってたんで、そのままの状態で僕は保管してるんですね。でこれどうやった方がいいのかなって調べたら、まあ要はあのビニールって、太陽の光を通すじゃないですか。でタイヤはあの太陽の光を避けたところで保管した方がいいらしいんですよ。だからタイヤあのビニール云々以上にその要は太陽の光を当てなければいいらしいんですよね。だから変な話、そのもし部屋の中とかでね保管されるんであれば、要は裸のままで保管してもいいらしいんですよ。ただ外で保管ってなると、とにかく日が当たらない、なんか屋根がある日陰の部分とかそういうところでね、保管した方がいいらしいですよ。はい。あと外においてもやっぱりどうしてもこう日が当たってしまうっていう方は、あのタイヤカバーが売ってると思うんですけども、まあ、そういうのをかぶせて、保管した方がいいということですね。なんか今ね100円ショップでもタイヤカバー売ってるらしいんですよね。皆さん知ってました？なんかね、まあ1個タイヤ1個分のタイヤカバーが100円で売ってるらしいんで、まあ、4本使うと思うんで、まあ、400円ぐらいで、タイヤカバーが手に入るということらしいです。はい。とにかくね、太陽の光は必ずですね避けるようにしましょう。はい。まあ、こういうことを守ることによってですね、タイヤの寿命っていうのは 2,3 年は変わってくるっていうこと言われてましたね。はい。あ、そう、あともう一つ、太陽の光を当てるとタイヤのゴムがですねこう硬くなってくるみたいなんですよ。でカチカチになって最悪こうひび割れしてしまうっていうことを書いてましたね。あとまあ当然なんですけど、水には濡れないようにした方がいいということです。今のお家って狭いじゃないですか。やっぱね軽のタイヤとはいえちょっとね場所を取ると思うんですよ。なんでまあね家で保管するのもいいんですけど、まあタイヤ屋さんにねお金を払ってまあ保管してもらうっていうのもまあ一つの手かなとは思います。あとまあもう一つの手としてはもう毎回買い替えていくっていう手もありますよね。考えたら K のタイヤってそんな高いもんじゃないじゃないですか。4本で多分数千円とかで、ホイールだけね、ホイールは買わなければ数千円でタイヤって買えると思うんですよ、 K の。それ考えると別にもう毎回毎回使い捨てでこう交換していくのもいいのかなともちょっと思ったんですけどね。車のタイヤっていうのはですね、まあ、人間の足みたいなもんで、軽貨物やられてる方っていうのはもう本当この足は大事にしとかないといけないと思うので、本当適当にしとくと最悪の最悪はバーストするっていうね事態を招くと思いますんで、皆さんしっかりね気をつけていきましょう。はい。というわけでね今日は、タイヤの保管ということでね話してきました。はい。今日の動画はこのくらいで終わりにしたいと思います。
皆さんぜひちょっと参考にしてみてください。それではまた次回の動画で、さよなら。